僕はフィンランドのプロサッカー選手。今日は試合の日、まず朝一にプロテインを飲みます。試合前は香川真司のプレー集を見てイメージトレーニング。憧れ。今日はホーム戦、僕たちのチームは試合前にみんなで散歩をします。チームメイト日本語を教えました。試合はトップ下でしたため、前半終了間際に僕が PK をもらい、チームメイトが落ち着いて決め、そのまま1対0で試合終了。ゴールはできませんでしたが、チームに貢献できてよかったです。試合後アカデミーの子たちも混ざって喜びの舞。最高だね、ピグレット。歩いて帰っている途中に不思議な国に案内されました。今日は勝ったのでご褒美にアイスとパンを食べましたよ。